2桁三振を取っている。これで13個。怖いバッターの3番の福岡、三振。カーブですかね。追い込んだことでこういうボール球を使える展開になりました、うん、4番の熊代。こういう展開になってきますと、佐竹さん、はい、一発長打というのもゲームを左右しそうなんですが、その中では長打を一番持っている4番の熊代。そうなんですね。攻撃の方は長打が欲しい、守る方はあの長打警戒ですね。外野が深く守っています。文星芸大付属。大きい当たりだ。レフトが下がる、レフトが下がる。風は関係ない。入りました、ホームラン。大会20号、素晴らしい当たりでした。4番の熊代、長打で初めてこのゲームをリードしました。今治西、なんて言いますか、すごい当たりでしたね、今のはね。ツーボールからおそらくあの彼は狙ってたと思いますよ。ご覧いただきましょう。足を高く上げて、低めのインコーナーのボールでした。なんかすくい上げたようなねバッティングですから、おそらく狙ってたんでしょうね。綺麗にバットのヘッドが抜けて、青空の中に8球はこの位置まで飛んでいきました、うん、完璧ですね今のはね。大会20号ホームラン。